自転車小屋を作っていきたいと思います。ちょっとね簡単のね、な荷物が置けるとねいいかなと思ってます。っていうこれから、ちょっと初めてね基礎を、ね、作っていくんですけど、まあ、ご覧の通りちょっと結構室外機があったりとか結構ごちゃごちゃしてるんでね、まあ、ちょっと初めてやるんでうまくできるかどうかわかんないんですけどちょっと頑張っていきたいと思います。水平器ないんで、ちょっとこれでね、簡単に作っちゃいます。これなんか水スタンドなんで、これでいいらしいです。水をかければ簡単にっていうふうに書いてあったので、多分大丈夫です。これでいいです。25キロ買って。これでね、だんだん固まってきました。はい、今日は、木材買ってきたんで、塗装して今ね自転車小屋の、柱をね、塗装しようかなと思います。これからね今これ木材下ろしてね、塗装入ります。はい、今回塗るのがこのね、カインズで買ってきた今度ね 1.6 のリッターのやつをね、防虫防腐防カビ効果、あとね前に買って残ってたやつので防カビだけですね、多用途塗料前に残ってたんでもったいないんでね使っちゃおうかなと思います。これね準備ができたんでご覧のように梅雨の真っ只中でいつ雨が降ってもおかしくないんですけど、ちょっと時間がないんで、バンバン塗ってっちゃいます。開幕終わりました。動画に勾配をつけてくるんで、よし、ここから向こうか、はい、だいぶ垂れちゃってます。だいぶ塗装が垂れちゃった。さすが素人って感じです。ちょっとねこれで、よし、じゃあまずここからね。いや、何やってたのさっき。こんな掘ったの。
あ、だいぶ高いなこれ。こちら入りました、イエーイ。まあ広いけど、でも広すぎだ。広い。取れてるね。これでね、ちょっとね、仮で長さね、合わせていきたいと思います。あ、うまくいったな。うん。お、大丈夫じゃない。結局、もうこの高さでいくことにしました。さあ、いよいよね、上止めてきます。はい、完了しました。2度目終わりました。じゃあね、これがね、これぐらい入るように、大体これぐらい抜いててね。前回ね、弊社小屋と物置の兼用のですけど作ったんですけど、結構上がね高いんで、こう雨がねこう入ってきたりするのと、下の方なんですけど砂利なんで、このね棚がね結構斜めったりしてね、こんな感じでいまいち、しっかりね立たないんで、こう今回はまあ平らにねなるべくして、ここに1個壁を作って雨が吹き込まないようにしようかなっていうふうにね、今考えてます。
それから、また基礎ね、ここ一本、ここ一本、ここ一本ね、柱立てていくんで、前と同じような作り方で、こういう基礎をね、ここに穴を開けてっていう感じで、もうね、3箇所で、今、位置ちょうどね、決めてあるので、はい、じゃあこれに、ね、水をかけてみます。それでは、ね、もうちょっと夜になってきちゃったんで、基礎がね固まってきたんで、これからねちょっと整地して、で、まあ、柱をねちょっと立てていきたいと思います。はい、これでね、だいぶね整地が完了したので、これからね、木をね柱を立てていきたいと思います。
とりあえずこれで柱が立ちました。あとは上ね、これちょっとまた剥がしてちょっとつけなきゃなんないんですけどね。まあ、とりあえずできました。頑張って乗ってみます。あ、めっちゃ怖かったです。おはようございます。またね、なぜか、この DIY をやるときは、ね、いつも雨が降るんですけどね。今日は、昨日ね、この柱を立てて床というか砂利をね、すでにして、でこう棚を置いてみました。こんな感じでね、今ね棚を置いてるんですけど、で下にね木の土台を置いてみたいな感じでちょっと今やったんですけど、でだいたいできてきたんで、今日はここのところにね板を張っていこうかなと思って、こうバーッと板を張って、まあここは板を張って、で向こう側は本当は240ぐらいあるんですけど、あの高さがの240ぐらいのポリカを張ろうと思ったんですけど、ちょっと予定変更で、ポリカ結構値段いいんで、あの普通のね180ぐらいにして、で上と下はちょっと隙間を空けようかなって、そういう感じでね今日はちょっとやりたいと思います。でまず、ここのね、木を張るバーをね、バーというか真ん中の板を2枚やって、で木を張って、であとはあそこのあれ1本じゃちょっと足んないんで、上から下だったら周り囲めたんですけど、2本ね入れて、やっていこうかなと思います。じゃあね早速、カットからやっていきます。余った端材でね、これをね、でちょっと横の中で、
と回転が速くなっていくみたいなんで、最初にゆっくりでだんだんね強くしていって、根元の方行ったらねすごい強くしてグッてやった方がここがね結構削れちゃうんで、しっかりガタガタガタってなんないようにした方がいいみたいです。はい、じゃあこれからねホリカを貼ってきます。でこれは波板のビスなんですけど、こういう押さえるところで、これ押さえながらここから入れていくと結構すんなりできるやつなんで、これあった方が便利です。波板をね押さえながらこうピッていきます。向こう側が波打ってるんで、ね、これが結構便利です。後ろの方ね、ちょっとやってみます。はい、おはようございます。でね、だいぶできてきたんで、あそこにね、今度上にバーをつけて、長いものもね、ちょっと収納できるようにしたいと思います。あとはね、こういうね、ここもね、あまり適当なんでやってないんですけど、まあ一応ね、こういう感じで、あとはこういう骨もね、ちょっとつけて、
子供たちがね、遊び道具がね、結構邪魔になるんで、あとね、棚ね、ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価お願いします。ありがとうございます。